タックスヘイブン。タックスヘイブンとは一定の課税が著しく軽減。ないしは完全に免除される国や地域のことであり、租税回避地とも低課税地域とも呼ばれる。フランス語では税の楽園、税の天国を意味するパラディフィスカルといいドイツ語などでも同様の言い方をする。しかし、英語のタックスヘイブンの,の日本語での意味は避難所であって、 楽園、天国を意味するではないことに留意されたい。パックス平分は税制上の優遇措置を生きがいの企業に対して戦略的に設けている国、または地域のことである。国内経済を支える基幹産業に乏しい国、地域が富裕層の移住や企業の進出による雇用、手数量歳入の増加などを目的に法人税を減免している。 カリブ海の営業バージン諸島、ケイマン諸島、富裕層への税優遇制度の手厚いオランダや、アメリカのデラウェア州などの国、地域は、日本など、他国の税務当局の求む納税情報の提供を、企業、個人情報の保護などを理由に拒否して他国が干渉できないため、タックスヘイブンとして、富裕層の資金が集まる。タックスヘイブンを論じ、 OECD などの国際機関が対応策を取る上では、外国企業による税制の利用方法の正当性が主な焦点となるため、一概にタックスヘイブンが悪質というわけではなく、誤解されやすい点である。シンガポールは財務省 MOF や四大会計事務所の PWC やアーンストヤングによって、同国は脱税行為や利益移転、ベップスを容認せず、 OECDG7 の枠組みに協力しており、経済活動支援や人材開発に主眼を置いているため悪質性はないと主張している。ただし悪質な場合は、資本主義の構造に悪影響をもたらす存在となり得るため、タックスヘイブン対策税制などの対策が取られている。代表的な場所としては、イギリス領ケマン諸島、バージン諸島といったカリブ海の島国が挙げられる。なお ケイマン諸島の外国資本企業法人税減免システムは実は総主国イギリスであるシティオブロンドンの課税システムをそのまま導入したことに由来する。アメリカ合衆国デラウェア州も租税回避地として広く知られている。人間の居住者よりも多くの企業、公開、非公開が存在しており2016年4月の集計では 人口89万7934人に対し企業数は94万5326社も存在し法人税制や LLC の税制から判断すると世界最悪のタックスヘイブンであるとニューズウィークが指摘している。デラウェア州が租税回避地になったのは19世紀末で州は1社当たり年300ドルを得て約4割が ペーパーカンパニーリッチに絡む採入である。デラウェア州ウィルミントン市、北オレンジ通り1209番地にある2階建てのビルには31万社が存在し、ペーパーカンパニーの代表名義は弁護士が多く、設立に実質所有者の情報は不要で、州政府もはできず、秘匿性が高い。さらに、一部のタックスヘイブンには、本国からの取り締まりが困難だという点に目をつけた。 悪質な利用の対象となる場合がある。例として、麻薬や武器取引などの犯罪、テロリズム行為のための資金に特する場所として、暴力団やマフィアの資金や、第三国からの資金が大量に流入していると言われている、マネーロンダリング。2007年世界金融危機では、金融取引実態が把握しにくいことが災いし、損失額が不明瞭化。 状況の悪化を助長したとして批判されている。1%の富裕層が世界の富の50%を所有するオックスファムアメリカ NPO と言われる格差が一部の国家、地域で拡大している状況下でトマピケティの21世紀の資本や2016年5月に公表されたパナマ文書は資本主義国に対し逆進性の高い付加価値税。 消費税の増税ではなく、累進課税で多国籍企業を、富裕層の巨額の国際金融取引に課税する方向への層の転換を求めている。また、資本主義各国は、法人税切り下げ競争をやっている時ではなく、タックスヘイブンに逃げる巨額資産が格差を加速度的に広げ、安定的な経済社会運営を行うために、税制によって、 所得格差を縮小させるという本来の税制機能を破壊しており、これを是正できるか否かは、資本主義が維持できるか否かに等しい、深刻かつ重大な課題であると、青山学院大学学長期吉和、租税法専門家は論じている。国際金融取引を活発化させる目的で、一定の減税措置や外国資本企業は、登記費用のみで法人税がかからない。 会社設立方法、通貨決済方法が設けられることは珍しいことではない。現代の国際金融取引においては、租税負担の軽減を目的として多くの外国資金がタックスヘイブンを経由して動いており、もはやタックスヘイブンは企業の競争力維持のために必要不可欠存在であるという利用者側の論理があるが、タックスヘイブンがブラックボックスである限り、 公正な企業活動が行われているか、非利用者側からの検証も利用者側からの実証も共に不可能である。その一方で、税率の低い国や地域に実態のない子会社を設け、利益を移して税負担軽減を狙う目的に使う企業も少なくない。このため、タックスヘイブンを利用した租税回避スキームに対して、四国各国は、 いわゆるタックスヘイブン対策税制を整備して、これに対抗しようとしているものの、税の抜け穴の根絶には、ほど遠い状況である。それというのも、国際決済機関クリアストリームの2000年度、講座リストによれば、タックスヘイブンにある、欧州、米国の大銀行を中心とする講座の大半が、機関内の匿名講座になっていたのである。タックスヘイブンはいくつかの方法で認定されている。 以下では、例として、経済協力開発機構、OECD や日本のタックスヘイブンの基準を示す。経済協力開発機構、OECD では、下記、位に当てはまり、かつ下記、ロの、A から C のいずれか一つでも該当する非加盟国、地域をタックスヘイブンと認定し、有害税制リストに載せている。OECD は、G20 加盟国とともに、 国際的な取り組みとしてこうした政策をさらに広げようとする方針にある。2013年15のアクションプランを特定した2013年のベップス行動計画を発表。ベップスイコール税源の侵食と利益移転ベースエロージョンプロフィットシフチング。これは越境活動に影響を及ぼす国内ルールへの整合性導入課税と 経済活動及び価値創出との一致を確保するための既存の国際基準における実態要件の強化、企業、政府の透明性及び確実性の改善という三つの指針を持つ。OECD 租税委員会が立ち上げたプロジェクトで外国市会社に対する合算税制の強化、租税条約乱用の防止などの行動計画を持つ。2015年8月13日。 OECD と G20 加盟国40カ国余りがタックスヘイブンを利用した企業の過度な節税策を防ぐ税制を全面的に導入していく見通しとなった。すでに日米が採用している課税の仕組みをインド、オランダ、スイスなど10カ国以上が導入する方針。また、加盟国以外の国にも導入を促していく方針だが、シンガポール、マレーシアなどは、 税制優遇策を企業誘致戦略の重要な柱と位置づけているため、今後応じるかどうかは不明であり、今回の税制導入後の抜け道となる可能性がある。2015年10月、上記方針に則り、OECD は国際租税ルール改革に関する措置の最終パッケージを提示した。BEPS による税収の損失を控えめに見積もっても年間1000から2400億米ドル、 世界全体の法人税収の4から10%に達すると推計。また、開発途上国では、税収の多くの部分を法人税収により依存している現状に鑑みると、ベップスが開発途上国に与える影響は特に大きいと改めて問題提起した。その上で、一世期間中に最も抜本的な措置として、二重非課税に終止符を打ち、課税と、 経済活動及び価値喪失との一致を促すことで、ベップスを引き起こしているタックスプランニングの仕組みを無効化することを目指すと発表した。なおベップスは各国への勧告という形式であり、法的拘束力はない。タックス平分を用いた租税回避について多くの国家や地域では対抗策を講じようとしている。例えば、日本の場合、 租税特別措置法40条の4及び66条の6において、タックス平分対策税制が規定されており、居住者、または内国法人が外国に有する関係法人のうち、所得課税の実行税率が20%未満であるものについて、その所得を当該居住者、または内国法人の収益とみなすこととしている。1978年、 昭和53年度に導入した。アメリカ合衆国オバマ政権は2008年の世界金融危機後、国外のスイスの銀行に秘密口座の情報開示を迫るなど強硬姿勢を取ってきたが、国内の会社法など関係法制は国家ではなく州の権限であり、デラウェア州に制度改正を強いることはできず、オバマ大統領は2016年5月6日の 記者会見で銀行など金融機関に実質的所有者の情報把握を求める法案ついてアメリカが州国議会の協力を呼びかけた。OECD 国際フォーラム調査による国際的に認められている税基準の実施状況に関する進捗レポートより、以下は OECD の発表による、香港はまず法人税が17.5%と安い。 また、銀行預金については利子に課税されない。有価証券等の含み益、つまり、キャピタルゲインも非課税である。経過税国とは、日本から見た場合に定められる、基準税率20%を下回る場合に、該当するものである。例としてはシンガポール、法人税率17%などが当てはまる。この税制による徴税は、日本における二重課税ではなく、 対象国と日本の税率の際に相当する額に対して追加課税される仕組みである。この時対象となる課税所得は日本法人の株式保有割合に対応する部分であり対象国の所得を日本でのものとみなして日本で合算課税することとなる。なお2010年度の税制改正によって地域統括会社に対してはタックス平分対策税制の適用要件が 緩和されている。2010年にバミューダと脱税防止協定を結んだのを皮切りに他のタックスヘイブンとされる国家と協定を結んでいる。以下が協定を結んだタックスヘイブン。2015年1月19日に日本経済新聞が海外の口座情報監視と報道日本国政府は日本に居住しながら世界に隠し資産を持つ富裕層による 租税回避の監視を強化する方針を出した。40カ国を超す税務当局と連携して、日本に住む人が世界に持つ預金などの口座情報を補足し、2018年から個人番号と連動して国税庁に情報集約させるものである。ケーマン諸島などイギリス領の租税回避地、タックスヘイブンの協力も得る。国境を越えた租税逃れに、 国際連携で対抗する。パナマ文書、タックスヘイブンの利用者を明らかにした文書には、日本の個人として、楽天の三木谷博、史、セコムの飯田良、UCC 上島コーヒーの上島豪太などの名が、掲載されていた。企業としては、世界的な規模で活動する商社、優先会社、医療品会社、通信会社、玩具会社、音楽配信企業など、 いろいろな企業名が掲載されている。2017年から経済協力開発機構加盟の先進諸国と協定を結んだタックスヘイブンの国家や地域での金融口座の残高などを先進諸国の税務当局に自動的に送付する仕組みを導入する。OECD 加盟国の日本では2014年にも0円以上の資産が世界にある国内居住者に 資産内容の報告を義務付ける国外財産調書制度を導入している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。